い、 YouTube の皆さんどうも上白です。てなわけで今韓国のミョンドン、ソウルのミョンドンにいるんですけど、あの韓国といったらわりかしあの屋台のイメージってあるじゃないですか。今回は韓国でいろんな屋台をちょっと食べ歩きパートみたいなちょっとしていきたいなと思って行ってきます。あーすごい、32センチアイスみたいな、ちょっとこれ食べていきたいと思います。やばくないですかこれ、長すぎ。あと最後のこのこれね、いただきます。あ、チョコがすんごいしっとりしてて美味しい。冷た、気温1度ぐらいなんでめっちゃ寒い。でも美味しい。おう、わあ、冷た。はい、てなわけで屋台第2弾なんですけど、これ鶏肉、まあ、ネギマってやつですね。これ30ウォンだから300円ぐらい。美味しい。甘だれね、この販売してくれてるお母さんがね、すごいいい人で、ここ座って食べてきやみたいに言ってくれて座って食べてます。めっちゃ美味しい。でこれ見てください、焼き鳥とかってさ、串食べ進めていくとだんだんさ尖ってる方長くなってさ、え、食べづらくない、どうやって食べんのみたいになるじゃないですか。結構ええた、こんな優しさ初めてだよ。上白。はい、ってなわけで屋台の第3弾、なんかこのおでんと、おお、なんかくるみとピーナッツのワッフルみたいな、すごいなんか特殊なワッフルがあったんで、それを買ってきました。これがおでんですね。はんぺんみたいな、はんぺんじゃない、油揚げ。ちくわを伸ばしたみたいな、そんな味。食感とかもそうです。これスープがめっちゃ美味しい。でこれがくるみとピーナッツのワッフルみたいな、一口サイズですね。でこれ3000ウォンだったから安い。おう、でこれ注文してから焼いてくれるから、もう焼きたてほやほや、中にちゃんとくるみとか入ってます。で食感がすごい美味しい。あっか、あー美味しい。これ一番当たりかもしれん。めっちゃポリポリしてる。めっちゃ寒い、手がカチカチ。ワッフルめっちゃ美味しい、これ止まんない。3000ウォンでめっちゃ入ってるから、もっともっと食べたい。なんかこれピーナッツなんですけど、あのね、食感がクッキーみたいで、後からピーナッツの風味みたいな。すごい美味しい。くるみも生地すごい柔らかくて、であのミルクの風味みたいながね、すごいね中から出てる。